皆さんこんにちは、森崎です。よろしくお願いいたします。今回はシャンク、その中でもグリーン周りでシャンクが出てしまいお悩みの方へアドバイスをさせていただきます。コースで1打目2打目がうまくいってグリーンの近くまで順調にいったと知っても、そこからシャンクが出てしまうと、なかなかパー、ボギーといったいいスコアでそのホールを上がることはできなくなってしまいます。シャンクはそれだけではなく、思ってもいない方向に飛んでいってしまいますので、精神的なショックも大きく、その後気持ちよくプレーすることもできなくなってしまいます。ぜひこのシャンクを直して気持ちよくラウンドできるようにしましょう。シャンクとはボールがフェース面ではなく、このネックに当たってしまい斜め45度の方向に飛んでしまうミスのことです。このネックに当たってしまうスイング、インパクトというのはこのような形になってしまうインパクトです。ネック側に当たりシャンクになってしまいます。この形を直す改善策が2つあります。1つは、手が体から離れず体の近くを通るということです。もう一つの改善策は、アドレスと同じ手首の形でインパクトを迎えるということです。この2つのポイント、これを一気に直せるドリルがありますので、今日は皆さんにご紹介いたします。まずティーを用意し、このティーが体の正面に来るようにし、膝で立ちます。そしてあとはこのティーだけをクリーンに打てるようにスイングをしてみてください。このようにティーだけをクリーンに打ちます。そしてもし手が体から離れてしまうようなスイングをすると、地面をダフってしまい、ティーに当たることすらできなくなります。そしてもう一つ、手首の形が変わるようなスイングをしてしまっても、やはりこのティーに当たりません。手首の形を守り、手が体の近くを通るように、そのように触れた時にはティーだけをきれいに打つことができるはずです。そしてこの練習で5回連続ティーをきれいに打つことができたら、また普通のアドレスに戻りボールを打ってみましょう。このようにシャンクせずにきれいにボールを捉えられることができるはずです。今までコースでシャンクで悩んでいた方は、このドリルを行うことでシャンクがなくなり、気持ちよくプレーできるようになってください。皆さんがコースでシャンクがなくなり、スコアアップされることを期待しております。それでは今回も最後までこの動画をご覧いただき、誠にありがとうございました。